WPMF 女子アトム級王座決定戦。このタイトル、2度目の挑戦で悲願をつかめるか。リトルタイガー藤原俊夫と佐山悟という二大巨頭を師に持つ劇場派ファイター。 J ガールズのタイトルも持ち、昨年から2冠を狙い、この王座に照準を絞っている。前回は渡辺久恵を無効に回し、ドローで惜しくもタイトルを逃した。 NJKF 女子部門ボニータボクセアトム級1位山田澄江。実力派 NJKF が自信を持って送り出すは女子部門最強戦士。しかも今回トラガリエの必殺技も用意しているとのこと。1度目は自分のリズムでできたかなって思いますね。2度目はちょっとリズム崩されたかなっていうのがあって、それで自分の試合じゃなくなったなっていうのがあります。今まではちょっと自分のせいで取れなかったので、今度は絶対に取ります。自分のやっぱりこれから改善していかなきゃいけない点もいろいろ見えてきたので、2度目の挑戦が実るのか、名門の意地か。 WPMF 女子アトム級王座決定戦、リトルタイガー VS 山田澄江。